本日のフラックストークゲストは樽沢リリさんです。はい、お願いします。よろしくお願いします。栃木県出身の樽沢リリです。20歳でなりました。はい、ホームゲレンデとかいつもどの辺で滑ってらっしゃるんですか？ホームゲレンデはいつもは、はい、アルツバンダイスキー場とネコマスキー場を拠点に滑ってます。はい、福島県の方で。福島県ですね。はい、はい、スノーボード歴ってどのぐらいになりますか？初めてスノーボードやり始めてから考えると15年とか4年くらいになります。じゃあもう子供の頃から？そうですね、はい、年長さんとかそのくらいからやってます。そのスノーボード始めたきっかけっていうのはどういう？はい、一番最初はお父さんに連れてかれて、うん、そこから本当は最初スキーをやるつもりだったんですけど、うん、渡されたらスノーボードが出てきてスノーボードやるんだみたいな。でスノーボードをそれが初めてやった時 で、そっから 2,3 年は年に3回とか行くぐらいで、うん、全然なんかすごいスノーボードが好きってわけじゃなかったんですけど、うん、小学3年生の時に、うん、キララキャンプに初めて参加して、それが子供だけの宿泊型のスノーボードの合宿で、はい、それでいろんな友達ができて、そこから楽しくなって、うん、スノーボードにハマっちゃいました。で、今に至るというところですね。そうですね。はい、で今は栃木県のカラースノーボードショップさんのライダーとして、はい、活躍されているということですね。去年は結構コロナで大会とかイベントも少なかったんですけど、キッズレッスンとかコーチングさせてもらいながら、イベントだったり大会に参加して、ちょっと試乗会とかもお手伝いさせてもらいました。自分がこうキッズとして育ってた中で、うんうん、自分が教える立場になったという感じですかね。そうですね、一昨年くらいから子供たちのコーチングさせてもらって、うん、本当にスノーボードが好きになってくれたらいいなっていう程度で、楽しくスノーボードをしてて、うん、みんなと一緒に楽しく滑ってって感じで、うん、そこでみんながスノーボード好きになってくれたらいいなって感じで、うん、なるほど。今使ってる板は何を使ってますか？はい、今ここにあるのがプロチョイスっていうグヌーの板なんですけど、はい、これは 148.5 のサイズの板で、はい、これはパークとか大会に出るときに使ってる板で、今年からもう一本新しい板に乗ってて、それがグヌーのフリースピリットっていうディレクショナルのフリーライドのボードなんですけど、はい、それは 143cm の板でちょっと短めなですけど、うん、ウエストが太いので短めでも全然乗れます。うん、パウダーも滑れちゃうということですね。うん、はい、バインディングは、はい、GX GX のチームモデルを使っているんですね。はい、これはもうワンシーズン使ったものですか？そうですね、はい、今シーズンずっとこれで、うん、結構もう使用感が出てますけど、はいはい、そうですね、結構傷ついちゃったりとかしてるんですけど、もう攻め攻めな感じがこう出てますけど、はい。パークとかにやっぱ入るので、うん、そういう時は角度はマイナス9と9度に、うん、同じ角度にして、はい、本当ドセンターで、うん、チンシップなのでドセンターでセッティングをするようにしてて。うん、148.5cm なんで結構スタンス取るの難しいんですけど、うん、それも結構あのディスク、うん、こういろいろ調整して、この間教えてもらった時みたいにちょっといろいろ調整してやったら結構取りやすくなって、うん、ディスクもなんか3つ、うん、ホールの3つが、うん、ディスクでこう幅を寄せてるってことですね。そうですね、幅を寄せたりとか、はい、ちょうどいい具合にして、うん、スイッチとかも滑るので、うん、本当どっちも99で角度は置いてます。ドセンターっていうのは、板の水晶のドセンター、水晶ですね、水晶のセンターからもうそれぞれビンディングのディスクで寄せてるってことですね。寄せて
結構50弱ぐらいですか、49.5 とか50、うん、ですよね、はいはい、あ結構やっぱ広いですよね。そうですね、そうでもないですか。いやでも結構私身長が160センチなんですけど。なるほど、はい、結構女の子、はい、同じくらいの身長の子とかちょっとちっちゃい子でも、うん、やっぱ49とかを取ってるのかな。やっぱそれ以上広くなったりすると滑りにくいし、うん、それより狭いとやっぱ膝とかも怪我しやすいとかあるので、うんうん、これが一番今ベストかなって状態です。パークとか滑るにはベストなセッティングだと、うんですね、はい、フリースピリットを履くときにセッティングはどのように、はい、もう本当レギュラーでしか滑らないので、はい、前足は結構いろいろ模索中なんですけど、はい、結構開き気味ではセッティングして、うん、面白の右足はゼロ度で角度を見て、うんうん、すごいそれは調子いいんで、うん、ゼロ度かなって感じです、うんうん、スタンスも、まあ、こう今模索中っていう感じで。そうですね、はい、結構いろんなスタンスでやって滑ったりやってます、うん、あとそのハイバックとかストラップとかそのセッティングとかで変えてるところとかあります？結構あでもハイバックはこのままなんですけど、はい、大きいジャンプとか飛ぶってなるとうん、アンクルとかブーツとかのやっぱ締め感がすごい気になっちゃって、うんうん、やっぱ結構締めたい、キツキツが好きなので、うんうん、結構このアンクルはもう使うと伸びてきちゃうから、うんうん、結構気づいたらもうすぐ締めたりとかはするようにはしてますね、うんうん、キッカーの時とかあとジブの時とか締め方変えたりします？そういうのはあまりしないですか？もう一緒で。うん、でもなんか撮影とかって、うん、ストレートジャンプとかで、うん、なんかクレールとかってなった時に、うんうん、こっちきついとなんか、微妙に緩めた方が、うん、なんかスタイルが出しやすい時とか、はい、ちょっと緩めるんですけど、うんうん、ちょっと怖いです。うん、やっぱりちょっと締め具合で足のこの可動域が全然変わりますね。こうやっぱ隙間が空く開かないとかもあって動き方も結構変わるんで、なんか締めちゃいますね。癖でやっぱ締めちゃいます、うんうん、もうちょっとスタイル出したいなっていう時はほんのちょっとだけ緩めちょっとだけ怖くない程度にそうです、ね、調整するっていう感じ、うん、印象に残った大会とか、どうだ、滑りとか、うん、印象に残ってるのは、はい、初めてプロに上がった年、まあ、プロに上がった大会が、うん、鷲ヶ岳でやった、うん、PSA のプロ戦で上がったんですけど、うん、はい、その時結構、うん、やっぱお姉さんライダーたち結構上手な方がいっぱいいる中で、うん、はい、大会でその前の日のまで全日本行ったんですけど、うん、ずっと熱出してて、うん、こう本調子で滑れなくて、うん、もう次の日のプロ戦で上がんないとみんなに置いてかれちゃうって中で、うん、その日のプロ戦でその時に寄せ落ちはしちゃったんですけど、はい、ギリギリそのラインが8位まででプロに上がれないか、はい、それで、まあ、メイクはして、うん、それで7位に入ってギリギリで予選上がれないだったんですけど、うん、初めてそれでプロに上がれたっていう感動、うんうんうん、嬉しさがあって、はいはい、その大会をずっと覚えてるのかな、うん、でもその後もずっとプロ戦でやってきて、はい、戦って中でフィスにも出るようになって、うんうん、でまあ近いので言うと、うん、今年やった青森スプリングで開催した全日本選手権のビッグエア、うんうん、でまあ4位だったんですけど、はい、4位入賞 で、うん、でずっとやりたかった技があったんですけど、うん、なかなかやっぱり出せなくて大会でも、はいはい、でもどうしてもやっぱ勝ちたいし、うん、こう負けたくない気持ちもあったので、うん、もう今回やるしかないと思って、うん、
初めてその技をやって大会で、その技もその大会のために練習してて、その時にちょっと着地でやっぱ飛びすぎて回りすぎちゃってミスをしちゃって、結構ひどい転び方をして運ばれたんですよ。でそこからやっぱ OK じゃんって取れなくて、その技も怖くてできなかったんですけど、もうやらないと勝てないと思って、でメイクできて、もういいになれて結構嬉しかったです。ありがとうございます。ちなみに何の技なんですか？バックサイド9。バックサイド9?9って2回転半ですね。結構ビビりなんですよ、私。そうなんですか？すごい弱くて、やるしかないよって言われて、みんなに励まされて見てました。結構メイク率低いのに、その本番でもう決意してやってみたら、やるしかないと思ってやりました。できちゃったって。できちゃいました。すごいですね。バグジャンプ行かれてますよね。そうです、はい、今はなんか名前変わって、ええ、アイレットっていう名前に、はい、群馬の形なんですよね、はい、行かれて練習されてるとは思うんですけど、はい、まあ、そういったところもちょっといろいろ聞きたいなと思います、はい、まあ、ずっとちっちゃい頃からそこに通ってて、もう通って10年くらいの中学2年生くらいから行ってたので、7年くらい多分通うことになったのかな、その中でずっと社長、その施設の社長とかもいろいろ教えてくれたり、はい、応援してくれて、夏場はもう学生の頃は毎週末通って、夏休みは毎日そこで滑って繰り返しで、今はもう高校とかも卒業して働きながら、もう平日、休みの日に行ったり、ショップのイベントで参加してコーチしながらみんなと一緒に滑ったり、技を一緒に練習してって感じです。夏場はじゃあそのアイレットでのトレーニングがメイン。そうですね、アイレットがメインで練習してます、はい、まあ、日頃からやってる例えば筋トレだとかそういうものってやってるんですか？筋トレは最近はあんまりやってないですか？膝をやっぱ怪我してたので、はい、まあ、そこは結構気にするようにストレッチしたり筋肉ほぐしたり、まあ、気にしてる時にちょっとスクワットとかして膝に負担かからないようにやってるんですけど、でも結構ストレッチは毎日してます。やってるんですか？どんなストレッチやってるか教えてもらえます？パンプ簡単で、はい、開脚、結構関節硬いんで、開脚やったりとか、腰も痛くならない、練習するとやっぱ腰とか使う、膝腰疲れるんで、腰の筋肉ほぐしながら、お尻の下伸ばしたりとか、あとやっぱ肩とかも凝りやすいので、結構骨盤にほぐしながらストレッチよくやってる。結構じゃあ全身やられてるんですね。なんかそのトレーニングやったことによって、あ、ここの技が例えばトリックやりやすくなったなとか、滑りが良くなったとかありますか？肩とか、はい、なんか固まっちゃうと、腰とかも固まっちゃうと、回転するときとかもなんか詰まり、感じるので、普段の練習ではその少し気にするんですけど、大会前とかは肩と腰結構動かしながら、筋肉緩めて結構可動域広くするようにはしてます。あとスノーボード以外で、まあ、オフトレの一環でもあると思うんですけど、何かやられてることとかありますか？スケートボードとか、スケートはサーフィンとか何でもいいと思う。ちっちゃい頃にやってて、ちょっとそれで怪我しちゃって、それがちょっとトラウマであんまりやってなかったんですけど、最近お店の人とか、結構盛り上がってて、はい、そこにちょっと顔出して、はい、ちょっと練習したり、
はい、ちょっとミニランプちょっとやったり、うん、フラットみんなでボーリーちょっとやったりとかやってました。なるほど。ちょっとスケートカラーの皆さんフットサルやってるみたいですけどそういうのには私は行かないですね。フットサルはちょっと、はい、いかないです。応援も応援もインスタでこうやってみんな頑張ってるなーって大会はやっぱ好きなので大会に出ることが好きっていうか、はい、こうやっぱ戦う場所が好きで、うん、やっぱ自分の腕試しをする場面で、はい、やっぱ大会ってしかないので、うん、撮影とかもあるんですけど、はい、大会に出ることがやっぱ今は今しかない、出れるのは今しかないのかなと思うので、うん、こう限界が無理だなと思うまでは出たいと思ってますし、うん、楽しいのでやっぱり、うん、勝つのも楽しいし、はい、メイクするのもそれが一番嬉しいし楽しいので、うん、大会にはやっぱ出続けたいんですけど、うん、やっぱそれも限界はきっとあるんだろうなって感じなので、うん、結構最近はバンクドスラロームみたいに出たり、はい、うん、なんか新しいジャンルにもちょっと挑戦したり、うん、そのデイライドのイベントもやらせてもらってるので、うん、パウダー降った日とかはちょっと違う山に行ってパウダー滑って、うん、ちょっとそういう楽しんだり、うん、あとは去年初めてバックカントリー連れてってもらって、はい、すごい楽しかったんですよ、それが、はい、それなんでちょっとやっぱそういうバックカントリーとかも興味を持ったので、うん、ちょっとそういう道にも新しく進みたいなって思いながら、うん、最近は過ごしてます、はい、スノーボードの幅を広げたいっていうね、広げていろんなスノーボードに挑戦したいなって思ってますね、はい、今までずっと福島県滑ってて、まあ、これからどうなるかなって感じなんですけど、まあ、ちょっと福島にもしかしたらいるかもしれないけど、もしかしたら違うフィールドに行って新しいところで滑ろうかなっていう気持ちもあって、でもやっぱその中でも大会には出たいと思うし、ちょっとバックカントリーとかも行きたいな考え中なんですけど、いろいろ動きたいなとは思ってます、はい、結構ブラックスを LINE ちっちゃい頃からずっと使わせてもらってるんですけど、はい、すごい女の子からしたらデザインとか色味もすごい可愛くて、毎年惹かれるものも多くて、毎年毎年結構いいものに改良されていってるので、これからもやっぱそれはすごい期待しますし、新しくブーツにもないものが出てきてるので、それも結構組み合わせも調子良くて、私 TX ボア、ダブルボアも使ってるんですけど、やっぱ力ない女性でも使いやすいし、最初からやっぱブーツの馴染みもいいので、皆さんにも使ってもらいたいなと。